さん事故りました。警察が来て、ありがとうございます。大野北だよね。大野北でね、はい、浦野さん事故りました。またまたです。いや多いよね。浦野さんが悪いかどうか分かんないですけど、来る途中にうちの前なんですよ、右折してジャッジしてくるときに相手が車線変更してきたんでぶつけられたんですよ。来てんのに割り込まれて当たったみたいな感じ。そうそうそう、じじいだったんですけど、まあじじいがバーッて出てきて浦野さんに対して横から野郎がって言って、浦野さん何て言ってましたって言ったら横から野郎がって言われました。まあ怪我はなかったんでね、よかったんですけど、変なボタボタにならなければね、そうそうそう、いいんですけどね。警察が来て、処理してくれて、まあ、僕だけ先に行ってくださいってことで今に至ると。7本ね、2月に受けるので、はい、結構つけていただいて、はい、肩が7本あるんですよ、3段の、多いですね。5本目までは思い出しました、あとはもう最初のこのつだけなんで坂田先生に教えていただいて、頑張ります。最後の桃の下の稽古、こちらでも最後の稽古、はいね、はい、お願いします。松岡道中記、家ですか？あ、痛い胃腸炎なんですよ。胃腸炎になっちゃったんですよ。食べ過ぎですよ絶対。もうたらふくもなんかケーキ食べさせられても。松岡道中記、肩とか普段教えていただいてる坂田先生にお願いしようと思います。予想以上に痛かった。申し訳ない。そうでもないですよね、晴れはね。そうですね、晴れはそんなにあんま分かんないですよね、ここがね、痛いんですよ、すんげー痛い。ちょっと熱持っとくね、やっぱり、もうちょい、もうちょい。そうですね。もっと抜いていく。はい。
はい。でももっとドットもっと、はい、はい、なるほど。もう一回イメージ、はい、斬新の振り返りがピャッと振り返らなきゃいけないって勝手に思い込んでたんで、すごく良かったです。いや、良いでした。ありがとうございます。松尾田道中記。トロさんが来ました。大丈夫大丈夫です。一生懸命頑張ります。金曜